おお、かっこいいね。はい、はい、しましたね。おお、広くなってんだね、これ。はい、こんにちは、かぱぱです。今日はですね、御岳山に来てます。さっきね、ケーブルカーに乗って、ここまでやってきました。はい、こんなね、御岳山ご案内図っていう地図をいただいたんで、今ここですね、この赤いルート沿いにね、ずっと行って、頂上のね、神社を目指したいと思います。奥多摩はそんな来たことないんですけど、もちろん御岳山初めてなんで、そうですね、このロックガーデンコースも行きますか。それではね、ケーブルカー降りたとこからこっちですね。もうすごい真っ赤っかになってるけど、はい、あの歓迎というゲートをくぐって出発したいと思います。おお、すごいな。ファインって書いてある。すっごいな。うわ、いやー、正直言ってね、あまりにも綺麗なんで全然先に進めないですよ。素晴らしいね。うわー、すごいな、これ。いやー、もみじがあったりね、これ針葉樹のひんやりとした中をこう歩いたり、なかなかバリエーション飛んでていいですね。御岳山ってね、前からね、来たいと思ってたし、しかも名前もよく聞くもんだからね、毎年のように計画を立てるんだけどなぜかね、この時期っていうといつもダメになっちゃうんですよ。今年はね、ラッキーなことにちょっと休みが取れましたので、今日というかね、昨日の夜急遽こっちに向かいました。
鉄砲を。これは見事。これすごい。すごい。はあ、神社が山頂なんかな。展望台だって。お、七夜の滝。うん、こっち来て6ガーデン。あれ ?0.8 キロ変わんねえな。あ、本当だ。天狗岩、鎖がある。よし、ロックガーデン行きましょう。岩石園。いいね、岩石って。俺好きな車、岩石オープンっていう車好きなんでね。はい、じゃあ行ってみましょう。
わあ、すごいな。こんな渓谷に。なんか東屋と、あれはね、トイレですね。こんなとこにあるんだ。すごい、クラシックのトイレだ。あ、鳥居がある。わあ、これは分岐に出ました。あ、東屋がある。こっからね、登っていくと大竹だって行ったことないけど。で、今日はね、今の時間10時56分、御嶽神社の方におります。はい。あら、これ綺麗なトイレがあるよ、これ。奥の院口便所。はい。階段、上り口のところに出てきた。なるほどね。はい、参道までね、戻ってきました。つうか、やってんのかね、今日。金曜日だからな。お、お、でかっ。うわ、なんかね、千と千尋の世界みたい。ここはやってますね。はい、御嶽さんね、素晴らしかったです。
あ、ケーブルカー乗んなきゃ。はい、というわけでございましてね、初めての御岳山、ちょうど紅葉の時期に来たんですが、非常に綺麗でしたということでございまして、今回もね動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。